こんにちは、スタルケルです。ということで今回はベイブレードバーストガチンコレイヤーシステムよりビッグバンジェネシス 0YM を、はい、開封していきたいと思います。いや、出ましたね。うん。で、はい、これはグウィン・ロニーモデルですね。で、ディフェンスタイプの、はい、右回転ガチンコレイヤーになっております。それでは見ていきましょう。これですよね、今回ビッグバンアーマーで無限ロックを強化ってことで、この以前発売されたレガリアジェネシスとプライムアポカリプスにもこのビッグバンアーマーをつけることができるっていうね。それプラス今回この新規パーツヤードメタルですよ。このヤードの中心がメタル化されてるっていうね、うん、っていうのがめちゃくちゃね気になりますよね、その2つが。ということで早速開けていきたいと思います。さて、これね、ゴールドターボあるみたいなのでね、今回も。さて、ゴールドターボ、なんでしょうか？じゃん！はい、普通ですね。それでは早速、開けていきましょう。中身を取り出すと、このような感じになっております。で、シール貼る箇所なんですけど、このビッグバンアーマーのここの2箇所と、ドライバーのここですね。うん。いや、少なくていいですね。うん。そして、じゃあこの、レイヤービッグバンジェネシスから見ていきましょう。ビッグバンジェネシスの見た目はこのような感じになっております。いや、このね、紫のこのね、うん、ラメ感っていうのかな、このピカピカな感じがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。うん。で、ここがメタルになってますね、銀の部分が。はい。そしてこの真ん中が紫のクリアパーツですね、うん、めっちゃかっこいい。そしてこのゴールドの塗装っていう感じになってます。それではちょっとね、これ見ていきましょう。ビッグバンジェネシス、はい、創生の盾、ジェネシスモチーフ、連打場で相手の攻撃を分散しつつカウンターを決める、ロックが進んでもバーストしない無限ロック機構を持つディフェンスタイプのレイヤーってことでね、このトゲトゲがね、アタックではなく相手の攻撃を分散するための歯なんですよね。それでこうカウンターも決めるっていうね、めっちゃ面白いですよねこれ。うん。だからこのディフェンス系の武神とかロックとかに近い感じのこの歯の役割をしてるのかなと思いますね。うん。それでは次、このビッグバンアーマーですね。を見ていきましょう。ビッグバンアーマーの見た目はこういう感じになっております。いや、このクリアのレッドってのがめっちゃかっこいいですよね。で、この歯の部分ね、結構厚いんですよ。こういう感じで。うん。いいですよね。はい、じゃあ見ていきましょう。無限ロックシステムを搭載したレイヤーに装着可能な強化パーツ。カウンターバーを固定するため、さらにバーストされにくくなる。左右の大きな歯によっても攻撃が可能っていうね。いや、ほんと攻撃可能ですね、この歯の厚さだったら。うん。はい。で、まあ、ゼロはもう皆さんご存知ですよね。ってことで、はい、これ、ヤードメタルですよ。うん。この真ん中のこのボールがメタルになっております。じゃあ見ていきましょう。ヤードメタル、はい、外周の大型リングパーツにより倒れにくさと遠心力を強化し、軸先には小型メタルボールを装着することで受け流し力も高いディフェンス系ドライバーってことでね、うん、こう真ん中がメタルになったことによってどう変わるのかですよねっていうところをちょっと見ていきたいなと思います。はい、で、皆さん気になっているかと思うんですけど、重さですね、それぞれちょっと見ていきましょう。ビッグバンジェネシスですねの重さから測っていきたいと思います。さて、 26.67 ですね。うん。じゃあこのレガリアジェネシスは何なのかというと 26.29、 0.3g くらい重いですね。うん。じゃあプライムアポカリプスは25、26ね。うん。ってなるともうどっちよりももうめちゃくちゃ重いですね。うん。はい。ってことで、じゃあ次、ビッグバンアーマーが 4.2。ああ、はいはいはい。4.2。ってなると、つけると、まあ、装着するとするともう30超えると。これ結構でかいですね、この重さは。うん。じゃあ、ヤードメタルちょっと言ってみましょう。ヤードメタルが9。9ですね。ってなるとね、この普通のヤードは何なのかっていうと、2g の差がありますね。うん、この 2g でどう変わるのかってところですよね。あと真ん中がメタルっていうね。うん。で、早速これ組んでいくんですけど、うん、まずは
はい、このディスクとドライバーからはめます。この真ん中のこれがね合ってるか確認して、これをピッとね回す。でこの真ん中の部分がこう、はい、赤が消えた状態にしてからこのビッグバンアーマーをセットします。このねへこみが2つあるじゃないですか。これどっちでもいいんですけど、うん、このへこみの部分にここの爪ですねを合わせて、はい、こうですね。でこっちにも一応矢印みたいなのついてるんですよ、三角のやつが。この真ん中よりちょっと右にちょっとずれるくらいですねにやってから、はい、パチッとはめます。そしてこの真ん中の矢印を、はい、上にこうねちゃんと中心と合うようにはめると、これでビッグバンアーマー装着完了ですね。さてじゃあこれで何グラムなのかという、 63.52、 いや結構重いですね。うん、ってことで早速ちょっとバトルでいろいろ確かめていきましょう。それでは早速バトルやっていくんですけど、これね今ここにはめたらね結構干渉しますね、このビッグバンアーマーとこのシューターランチャーか、うん、結構干渉してますね。やりにくいかもシュート。はい、それではこの右に並べてるベイたちとバトルさせていきます。まずは同じ無限ロックのプライムアポカリプスとやっていきましょう。きついですねシュート。アルティメットリブートして、おー今のカウンター見ましたか、強いなぁ。うん、いやシュートでも実際しにくいですね。それでは次に戦うのはこちらレガリアジェネシスです。はい、同じ無限ロックでジェネシス対決ですね。それではやっていきましょうちょっとまあ今シュートも悪かったんですけど、うん、もういきなりもう強大なカウンターを食らいましたね、うん、ということでもう一回やっていきます。待て、お、電動ハンド、おお、耐えたが、耐えたけど負けましたね、うん、いやまあオーバーしなかったんですけどね、うん、で結構何回かこれやったんですけど、結構レガリアジェネシスの勝ちましたね、うん、結構スピンで勝つとか多かったですね。はい、それでは次同じ電動インペリアルドラゴンでいきます。イグニッションダッシュ。さてそれではやっていきましょう。さて、おお、やり合ってますね。おお、耐えてる耐えてる耐えてるが、おお、ちょっとね負けましたね。いや何なんだろうな、結構こうスピンで負けるんですけど、もしかしたらこうシューターに干渉してるから、そのせいで、うん、シュート力が落ちてるっていう可能性も考えられますね。うん、ちょっと他のシューター、あ、これだと干渉しないですね。うん、ちょっとこれで次やってみましょう。それではやっていきます。おお、耐える、おお、耐えてる耐えてる。ヤードメタルですね。うん、ヤードメタルが効いてますね。さてこっからどうなるのか。お、耐えて耐えて耐えて、最後なあ、普通にスピンで負けましたね。うん、ドライバーが悪いのかな、もしかしたら。うん、ヤードメタルがねもしかしたらそこまでね、あ、強くないのかもしれないですけど。じゃ次ネイキッドスプリガンですね、やっていきましょう。どうなるんでしょうかこれ。スピンで負けましたね。うん、やっぱりちょっとね、ドライバーなのかなこれは。うん、じゃあ最後マスターディアボロスと戦っていきたいと思います。右回転です。さてここからどうなるか。すごい、この真ん中に行った時のこの無礼なさはすごいですね。うん、
回転力はすごいけど、さてどうなるのかここから。うん、お、すごい。あー、やっぱりねスピンで負けますね。ということで今回のビッグバンジェネシスのレビューいかがだったでしょうか。うん、いやバトルやってみてちょっと、うん、ちょっとねスピンフィニッシュで負けるっていうのがめちゃくちゃ多かったんですけど、うん、もしかしたらこのねドライバーとか、うん、カスタム変えてあげればもっとね、うん、面白いベイになるんじゃないかなっていう可能性はめちゃくちゃ感じましたね。うん、はい。で注意なんですけど、自分のだけかわかんないんですけど、このランチャーにねめちゃくちゃこう干渉するっていう、ここですね、このビッグバンアーマーとここがめちゃくちゃ干渉してこうシュートがね、うん、打ちづらいっていうのがありましたね。うん、っていうのもあるかな、ビッグバンアーマーの。はい。っていうので、そこをまあ気をつければ、まあ普通に面白いベイなんじゃないかなと思うので、はい。ちょ、ヤードメタルもね、ちょっと使ってみて、この、あんまり合わないのかなっていう感じもしました。もしかしたらこれも他のね、ベイにカスタムすれば強いのかもしれないですね。ということで、はい、今回の動画以上で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。